んにちは。この時間は京都市未来まちづくり百人会がお送りするいいこと100人でできるかなの時間です。この番組のパーソナリティを務めます久保智子です。この番組は FM ラジオ放送だけでなくインターネットやスマートフォンアプリでも全国に向け発信していますので、ラジオカフェ百人委員会でぜひ検索してみてください。そして本日のゲストは運営本部京都 NPO センターの田口さん、内田さんです。京都市未来まちづくり百人会では現在16の重点テーマに基づいて総勢128人の委員が実践行動を展開しています。この番組では定例会議の内容や活動報告を参加市民の声とともにお届けしています。さて、改めまして本日のゲストは運営本部京都 NPO センターより田口さん、内田さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いや、実は今日は、はいはい、この番組がいよいよ最終回ということで、はい、運営本部のお二人にお越しいただいております。なんかこのアナウンスといいますかね、コメント読んでましても、うんうん、もうすでに私なんか胸がぐっときまして、ね、さっきまでにこやかに打ち合わせをしてましたのに、うんうん、あ、最終回なんだなとちょっとこう思いが込み上げてまいりました。 ありがとうございます、はい。まあ、そんなことでね、うん、2年間にわたるこれまでの活動を今日はじっくりと振り返っていこうと思います。はい、じゃあ早速なんですが、先日に行われました3月15日の成果報告会、はいはい、こちらの方のご紹介といいますかね、お話をいただきたいと思います。はい、百人会第4期は、昨年度のですね5月に始まって、はい、毎月1回定例会議をしてきたんですが、通算23回目が最終回、うん、3月の15日定例会議をこの約2年間にわたって取り組まれたことを社会に向けて外に向けて発信する機会として成果報告会として開催したんですが、当日は100人を超える、参加者の方にお越しいただいて、はい、委員やスタッフを合わせると200名近くの方が会場に集うという、もう熱気あふれる盛況の、はいはい、会になりました。私もファシリテーターということで ね、はい、部屋が4つありました。うちの1つ、うん、4チームのね、うん、発表を担当させてもらったんですけれども、本当にこう今まで積み上げてきたものっていうのを、うん、そこでこうチームの方が発表されているっていう、その場に一緒にいさせていただいたっていうことがすごくこういい経験をさせていただいたなと、本当に改めましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい。でも本当に200人弱の方が来られたっていうことですからね、うん、はい、そうなんですね。はい、まあ、その方たちからね、たくさんまあ、チームのプレゼンテーションに対しても非常にいろんなコメントをいただいていて、うん、もちろんいいねというふうなご意見もあれば、もうちょっとできたんじゃないですかっていう厳しいご指摘ももちろんあったんですけれども、うんうん、これから活動していくのであれば何かできるかもしれませんし、ぜひご連絡くださいというふうなコメントなんかもいただいてまして、うん、まあ、チームにとっても自分たちの活動を振り返ったり、また今後活動を、ね、続けていくチームにとってはすごくいい励みとかアドバイスをいただけたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、全部で16チームね、うん、ありましたけれども、うん、今後ももう本当に活動を、ね、うん、続けていくっていうような声をたくさん聞いたように思うんですけれどもね、うん、そうなんです、うん、1時から始まって、4チームが4つの部屋に分かれて4時10分ぐらいまで、報告をして、4時半から最後の30分かけて全体共有会みたいなのをしようっていう計画で始めたんですが、終わったのが6時前だったんですね。そう、1時間以上超過してしまって、予定を過ぎてますが、予定を過ぎてますかって言ってね、6時でしたね。6時でした、はい、でそれぐらい皆さんがお一言お一言やっぱり2年間の歩みがあるからこその発言、うん、発言と言いますか、決意表明をね、はい、されて、なんかそれがいい形で火がついたような気がしていて、うんうん、どの皆さんのこう、うん、発言もそれこそ胸にぐっと迫るものがありましたね。はい、まあ、全員の方がお一人ずつね、うん、前に出てこう発表していただいたという、はい、まあ、チームの代表ですけれどもね、本当にこう思いが伝わってきましたよね。そうでした、はい、その最後にですね、うん、来られた方の
まあ、委員の方向けにこう、うん、ありがとうカード感謝状みたいなのをあの運営本部の方から渡されたっていう、はい、あの場があったんですが、私はあれもすごい感動しましたね。そうですね、まあ本当に委員さんによってはこう活動の、ね、期間が少し半年ずつぐらい違う方もいらっしゃるんですけど、まあ、皆さんで一緒に2年間歩いてきて、まあ、もちろん楽しいこともありましたし、でも結構委員さんと運営本部とで意見がこう対立する場面もあったりして、はい、いろいろこう、まあ、喧嘩ということでもないかもしれませんけど、まあ、それぞれが思っているいいと思うことっていうのを出し合って、うん、まあ、意見戦わせながらずっとやってきたっていう風なところ、うんうん、でそれによって私たちがやっぱり気づいてなかったこととか、うん、気づかせていただいたことなんてすごくたくさんあったし、うんうん、で何よりその2年間時間を一緒に、ね、共有してた時があるっていうことが、うん、すごく価値があったことだなと思って、まあそのね、ありがとうっていうカードを、ね、送らせていただいたんですけども、うんはいうんまあ、そのカード1枚ですけれどもね、うん、そこになんかこう一体感っていうのを、ね、すごい感じたんですよ。やっぱりこれまで積み上げてきたものっていうのがそこに現れてるのかなって、うんうんうんまあ、その喧嘩をしたといってもどちらもがこう熱い思いでやってらっしゃるからの意見でもあると思うので本当にいいなって思いました。 ありがとうございます。はい、まあ、でも本当に運営本部としてもいろいろと大変なこともあったと思うんですけれども、うんうん、振り返ってどうですか、なんかこう思い出っていうことで。思い出ですか、うんうん、楽しい思い出って本当にたくさんあるんですね。こう委員さんの、まあ、活動に参加して出会えなかった人に例えば出会えたりとか、うん、おいしいもの例えばね食べられたりとか漫才パーティーで食べられたりとかもあるんですけれども、やっぱり、うん、先ほど内田も言ってましたようにこうなかなか意見が合わないというか、うん、向き合えないような時にどうしたら向き合えるんだろうかっていうのを日々ずっと考えているので、夜も寝ている間にも夢の中でなんか一緒に考えてるみたいな毎日のようにこういろんな委員さんが出てこられてなんか喋ってるみたいな。すごい田口さんの夢の中まで委員の方がご登場、うん、ご登場、はい、はい、なんか喋りたかったんでしょうね、こう喋ってるみたいな、ね、たくさん本当に125人の方いらっしゃって、はい、毎回お会いできるのは、まあ、月に1回の定例会議、うん、で定例会議と定例会議の間にされるチーム会議で、うん、事務所の、ね、スペースを使って会議されている時にはお会いできるんですが、なかなかじっくりお話しするっていうのは限られている中で、うん、でもやっぱりメールを通してとか電話を通してその人の、うん、思いとか葛藤を聞かせていただくと一言ではないというか、もう一緒に、うん、それこそ一体感という形でいろんな学びをいただいたかなと思います。なるほど、内田さんいかがですか。はい、そうですね、私も最初はなかなかこうどういうふうにね委員さんと一緒にこう時間をこう使いながら、うん、プロジェクトを進めていったらいいかなっていうのがなかなかつかみきれないところもあったり、で委員さんたちも多分そうだったと思うんですよね、うん、やっぱり後半になってきて、まあ、この半年くらいかな、うん、特に事業が具体化してからは、まあ、委員さんたちもこういうことしてほしいっていうふうなことを運営本部に、アプローチしていらっしゃることも増えましたし、私たちもこういうふうにならこのプロジェクトもっとこう進む方向をねこっちに向けられるんじゃないのっていうふうなこと、具体的な関わり方が、まあ、できるようになってきたっていう部分からがすごく特に面白くなってきたなと思っていて、で多くのプロジェクトがまだこれから先、うん、続けますっていうふうなことを皆さんが何らかの形で続けるっていうことをおっしゃってくださっているので、これからそのプロジェクトをもっと大きくしていくとか、はい、うん、違うこうつながりを作っていくとかっていうふうなところで関わり続けていくことができるんじゃないかなっていうふうなことを、うん、こうここで終わりじゃなくてね、そうですよね、うん、ずっとやっていけるかななんてことをちょっと思わせてもらってます。はい、まあ、100人委員会という形としてはね、もうこの3月で卒業にはなるんですが、うん、やはり今まで作り上げてきた絆というかね、うん、やっぱり関係というのはこれからも何かの形で続いていくのかなと思うんですけれども、うん、NPO センターとしては今後委員さんの方との関わり方といいますか、つながりってどういう形でお考えですか。自然な形で例えばチームで、うん、
自主的にあのテーマに沿った、まあ、行動をねあの活動していくっていう時にご相談いただくこともあったりとか、一緒に私たちが企画に参加させてもらってとか、うん、で、まあ、スペースをねあの使ってあの私たちが入ってるスペースを使っていただくってこともできますし、なんかこれまでの延長線で百人会っていうこう定例会議はないけれども、はい、緩やかに自然になんかつながっていくようなそういうのがつながりが求められたらなと思ってます。じゃあ今後もまた田口さんの夢にご登場されるかもしれませんね。そうですね、ま、新しい段階のねなんか話し合いとかね、あの向き合い方とか、はい、戦いが始まるかもしれません。戦いですか。はい、意見の戦い合いとか。なるほど、はい、まあ、でもやはりこの元々のこのコンセプトがね、はい、市民目線であの市民として何か、ま、あの街づくりとかに関わっていこうっていうところがあったと思うんですけれども、これがこうね守られているというか、そう、うん、あの成果報告会にあのたくさんのゲストの方来られていまして、で岡山からもいらしてくださって、はい、岡山で私たちと同じような京都のピョーセンターのようなあの街づくりの支援あの応援をしているような方がこの百人会の委員さんって、うん、なんて言うんだろう、あのもう消費者とかサービスの単なる受け手、はい、うん、ではなくてその街づくりを自ら作っている人たちの集合体だよねっておっしゃったんですね。それって本当の市民だよねっておっしゃって、ああそんな風に映るんだって、でそれはやっぱり2年間を通してもしくは2年間の間でいろんなさまざまな出会いをされて、委員さん自身がそういう発信をねされたからこそ伝わったことなんだなって、うん、はい、もうまさに町のオーナーなんだなと思って、はいはい、なんか受けるばかりの市民っていうよりはもう自分たちで作っていく市民っていうこうね、うん、そうそう、新しい形じゃないですけれども、うん、ね、そういう位置づけなのだよっていうことが感じられたってことですよね、うんうん、はい、まあ、今回の2年間を振り返ってということで、うん、委員の皆さんから振り返りシートっていう、うんうん、あの感想をいただいていると思うんですけれども、はい、どんな声とかあったのかちょっとご紹介いただけますか。はい、本当に多くの委員さんがおっしゃってるのはこの場で出会った人とか、うん、得たもの知見っていうのは生涯の財産になりましたと、うんうん、本当にたくさんの方に出会えたことっていうのが一番良かったですって皆さんおっしゃっていて、で一方で、これ本当に、うん、向き合われたからだと思うんですが、こんなに街づくりって大変だと思わなかったって、市民活動とか街づくりってすごく楽しい面ももちろんあるんですけれども、なかなかその多様な背景を持った人と同じテーマに向かって、進んでいくときに意見が合わなかったりとか、うん、それをどう乗り越えるかっていうのを体験を通して学べた、でもやっぱり大変だったっていう正直なお声をいただいたり、はい、そんなお声が多かったかなと思います。そうですよね、はい、やりたいなとかやろうっていうのは簡単ですけれどもね、うん、結局それをもう作っていこうということになると難しいんじゃないかなっていうのは皆さん実感されたと思いますけれどもね、うん、はい、藤田さんちょっとせっかくですから一言言ってください。はい、2年間のこういう、ま、ラジオでもね発信をさせていただいてきました。また町づくりっていうのはこういう院にならなければできないものでもないですし、ま、院になった方はこれをきっかけに、あるいはこの放送を聞いてくださっている方が、ね、いらっしゃったらまた違う形で関わってくださるといいなというふうに思っています。そうですね、はい、何でもできるんだなっていうことを私もすごく感じました。はい、本当に2年間お疲れ様でございました。久保さんもありがとうございました。またお会いできることを楽しみに、はいはいはい、よろしくお願いいたします。じゃあこの時間はいいこと100人でできるかなをお送りしました。パーソナリティは久保智子でした。